斉藤は6連続完投勝利を挙げております。木村さん、昨日、はい、今の話ですけど2桁ホームラン、一塁線キャンバスを踏んでアウト、セカンドはタッチプレーでダブルプレー。バンスローのホームラン談話は和田アナウンサーが伝えてくれました。空振り、ディスティファーノ、とにかく本来的なものも考えて打席に立つべきじゃないかなと思いますね。今下がいろいろとそういうキャッチャー1か2ですから、はい、ああ ピッチャーゴロ、それではセカンドランナーどうすることも、ツーツー、空振り三振、スライダー、空振り三振、ジャイアンツ投球中の斉藤がマウンド上、完投目前です。ちょっと抜いた球引っかかった、内野フライ、一塁を指している、勝ち越しタイムリーを打った駒田、構えて取りました。斉藤7連続完投勝利。